皆さんこんにちは。第111回サイエンスカフェ札幌へようこそ。私ファシリテーター司会進行の矢の者を務めさせていただきます、北海道大学博士研究員の梶井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まず新型コロナウイルス感染症や現在起こっている九州南部を中心とする大雨の影響で被害を受けているすべての皆様に心よりお見舞い申し上げます。こういった状況ではございますが、私たちが学んでこれからの未来を作っていくことに考え続けていくために、フォーステップではこういったイベントを行っていきます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。まず本日はですね、フォーステップの初めてのオンラインでのサイエンスカフェということで、全国各地からの参加者が集まっているということなので、簡単に私たちの紹介からさせてください。私たちは北海道大学にございます科学技術コミュニケーション教育研究部門という、略してコーステップと言われている組織となります。科学技術と社会をつなぐ科学技術コミュニケーションの教育と実践活動に取り組んでいる組織でして、その活動の一環としてサイエンスカフェ札幌という取り組みを2005年の10月から継続的に行っています。今回は第111回目となりますが、なんと初のオンラインの開催となります。なので私どもも少し不慣れなところがございますが、何卒ご容赦いただければと思います。オンライン開催にあたりまして、私から2点ほど皆様にお知らせがございます。まず1点目なんですけども、新型コロナウイルス感染症の、感染拡大防止のためにただいま、配信先をドアや窓を全開にしてお届けしております。なので北海道大学、非常に自然が豊かな大学なので、小鳥のさえずりとかカラスの鳴き声とか、そういったものが入ってしまうかと思うんですけども、何卒ご容赦いただければと思います。またもう1点、サイエンスカフェというのは研究者と一緒に飲み物を片手にざっくばらんに気軽に話し合おうというイベントになります。なので皆様、おそらく今ステイホームされている方が多いかと思うんですけども、ご自宅でご気軽にお茶でも飲みながら、今回の番組に参加していただければと思います。また研究者だけでなく皆様も主役ですので、 YouTube のコメント欄に皆様からのコメントというのを募集しております。研究者への質問でも雑談でも何でもいいので、コメント欄に打ち込んでいただければと思います。練習として試しに皆様の今の気分ですとか、ステイホーム中にどんなことを大切にされてたかな、どんなことを不安だったかなといったようなことを書き込んでもらえればと思っています。ということで、今私がですね、手元に iPad がございまして、そちらで皆様のコメントを確認できるようになっています。こちらで私がコメントを拾っていきまして、研究者にお伝えするような形になっていきますので、皆様ぜひコメントの方お願いします。はい、ということで少し、事前説明が長くなってしまいましたが、イベントの方を進めていこうかと思います。本日のイベントの流れですが、こちらの通りになります。まず私からちょっと簡単に趣旨説明の方をさせていただきまして、その後2名の研究者による話題提供、その後に少し休憩を挟みまして質疑応答というような流れになっています。本日のサイエンスカフェ、タイトル、ステイホームか親子の意見で考える子どもの世界となっています。皆様、今回のコロナウイルス感染症による外食自粛、ステイホーム、あるいは休校休園でいろいろな思いを持たれたかと思うんですね。皆様のそれぞれの経験というのが、やっぱりこれからの未来を作っていくにあたってとても大切なものになります。なので今回のサイエンスカフェでは、このような問いを皆様と一緒に考えたいなと思っています。子どもたちが今後どのように過ごすことのできる世界というのを皆様は願いますか？またそのために私たちができることって何だろうなということを皆様と考えるカフェにできればと思っています。こちらの問いなんですけども、このサイエンスカフェ一つで答えを見つけるというのはもちろんできない問いかと思います。なので今回のサイエンスカフェは、答えを見つけるというよりは一緒に考えるという気持ちでご参加いただけたらいいなと個人的には思っております。はい、でこの問いを深めるために本日2名の研究者にお越しいただいております。こちらの研究者になります、北海道大学農学研究員愛子哲也さん、北海道大学教育学研究員の加藤博道さんにお越しいただいております。愛子さんは、主に札幌の幼稚園生から中学生を対象とした調査を保護者から行いまして、生活の実態がどのように変化したのかということを今回1000人以上から調査されました。加藤さんは全国の中学校で継続的な調査を行っていまして、中学生から
学校生活どうですかといったような意識の調査などを行っておりまして、今回の休校明けにもそのような調査を行っていまして、子ども側の視点という話題提供を今回いただく予定でございます。それではお待たせいたしました。まず1人目の話題提供者、愛子哲也さんにご登壇いただこうと思います。愛子さん、よろしくお願いします。愛子さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。愛子さんもお子様をお持ちということなんですけども、はい、ステイホーム中いかがお過ごしですか？うちは中学校3年生の子供がいるんですが、はい、非常に退屈、やっぱりどうやって過ごそうかっていうのは、はい、困ってたみたいですね。それで、まあ、いろいろ実はその時に見てて思ったこととかも、まあ、調査のきっかけに実は関係してたりするんですけど、はい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 、ありがとうございます。それでは簡単な自己紹介の方からよろしくお願いいたします。はい、はい、愛子と言います。北海道大学の、農学研究院で准教授をしております。で、出身は鹿児島でですね、今ちょうど大雨の被害とかでよく報道されていて、ニュースとかにも出てきてます、薩摩川内市っていうところの非常に川沿いに実は実家がありまして、ちょっと心配なところもあるんですけど、専門は造園学でして、造園学の中でもいろいろと分野あるんですけど、主にその公園の設計とか、計画っていうのを専門にしてます。はい、ありがとうございます。それでは、今回全国各地から参加いただいているということで、もうコメント欄からも全国から参加できて嬉しいですというようなコメントがあるんですけども、愛子さんからこのような質問をいただきました。あ、失礼しました。まず質問の前にですね、愛子さんの研究をちょっと紹介していただく予定でした。失礼しました。はい、今お話ししたようにですね、公園の設計とか管理の研究をしてるんですけど、例えばこちらの写真は市民の方に集まってもらって、札幌市にある西岡公園というところですが、そこで木道をどの辺に敷こうかみたいなことを皆さん集まって今話しているところです。で、こういうようなですね、地域の方々の声とかを聞きながら公園をよりよく使ってもらおう、より良い形にデザインをしていこうっていうような、その仕組みや取り組みについて研究してます。それとあと、これは今日のお話しする内容と関係あるんですけど、札幌市の総園っていうところにある公園でですね、実はラジオ体操をしてるところです。これについてはちょっと後で説明しようと思いますけど、その3密を避けて公園をどうやって利用しようかっていう時にですね、地域の方々と一緒に協力してラジオ体操をやった時の写真で、あと私国立公園の研究もやってまして、これは大雪山の写真、これはつい昨日まで実は調査に行ってましたが、知床の世界自然遺産の中でこういう利用、公園の利用することによってどういう影響が出るかとかですね、それをどう管理に生かすかみたいなことも含めてその研究してます。はい、ありがとうございます。本日公園の話題なんかも出ますけども、愛子先生、公園に何人ぐらい入ったら適切な運用ができるかといったようなことも研究されていますので、そういったことなんかもお話しいただけるかと思います。それではですね、愛子先生、実は秘密があるそうですね。そうなんですよ。私ですね、実はその出身が鹿児島の、まあ、非常に田舎で川のそばに、住んでたっていう話をしましたけど、子供の頃川で遊んだり原っぱで遊んだりすることが多くて、おまけに近くに公園がなかったんですね。都市公園っていう、いわゆるその都市の住宅地の中に作られる公園がなくて、農村地帯に住んでたもんですから、実は子供の頃公園で遊んだことがないと。まあ、だからこそ、まあ、そういう人間が公園のことを教えてて、大学で教えてていいのかっていうところは確かにあるかもしれないですけど、逆にそういう目から考えると、子どもは自然の中で遊んだり公園でももちろん遊ぶし、いろんなところで子どもが遊ぶっていうのが大事だなっていう、そういう思いで研究してますけど。はい、はい、ありがとうございます。はい、皆様に質問こちらとなります。皆様、札幌の冬の公園の様子ご存知でしょうか？全国の方が今日は参加していただいてるんですよね。はい、愛知からも参加していただいてますね。まあ、もちろん札幌にお住まいの方とかもいらっしゃるんで、ああ大体わかるよっていう方もいらっしゃると思いますけど、他の地域からね、参加されてる方はこう出てくるような質問、写真なかなかこうご覧いただけないと思いますけど、これは札幌市内にある公園の様子ですけど、冬ですね、雪に埋もれて、遊具が埋もれてしまって、これブランコなんですね、実は。それでブランコがかなりな高さまで埋まってしまってる様子ですが、これ
積もった雪だけじゃなくて、実はあの公園って町の中にある、うん、雪除雪をした後の雪を堆積してたりする場所としても地域の方に使われてたりするので、それによってこういう状態にまあなってしまっていて、あの子どもの遊び場が足りてるのか足りてないかっていうことを私あの研究をしてるんですけど、そういうきっかけな、そのきっかけになったのもこのような状況を見て、特に冬子どもたちが遊ぶ場所がどうしても室内に偏りがちで、まあ、それがあの体力的にもね、いろいろ影響もするだろうしっていうようなこともあって、できるだけ冬でも外で遊べるような環境を子どもたちのために作ってやりたいっていう思いもあって、そういう研究しています。今回新型コロナウイルスになって初めてこういった課題意識を持ったわけではない、うん、ということなんですね。そうですね、うん、はい、それでですね、失礼しました。はい、それで、我々の研究室でですね、あのずっとやってる調査に、あの札幌市内の小学生の2年生と5年生を対象に、大体10年に1回ずつやってる調査があります。でその調査の中では、夏とそれから今写真を見ていただいた冬にですね、それぞれ子どもたちがどういうところで遊んでるのか、どのぐらいの時間遊んでるのかっていうようなことを主に調べているんですが、まあ、1990年から調査始めてますけど、残念ながら遊んでる時間はですね、だいぶその少なくなってきてます。最近子どもって結構やっぱり忙しいんですよね。習い事があったり、あの少年団の活動があったり、まあ、いろいろ放課後も、ね、あったり、家のお手伝いもしなきゃいけないしね。であと遊ぶ場所ですが、1990年の時点では例えば道路とか、空き地とか、あとここにはそんなに多くないですけど、その外の、自然のあるようなところで遊ぶっていうような答えも結構あったりしたんですけど、それが年々公園に集中してきてるっていうのはこうあの傾向があります。で冬は、これまあ札幌なんでそうなんですけど、家の庭っていうのが非常に多くなって、やっぱり公園の中がさっき見ていただいたような状況になるんで、公園の中まで入れなかったりするんですよ、そもそも子どもたちが。で遊具も使えなくなるので、だいたい冬はそれでどうしても公園が遊ぶ場所として多くなってる。公園作ってる側としてはこれ嬉しいことなんですけど、でも子供、さっきも言いましたように、子どもにいろんな場所でいろんな体験をしてもらいたいっていう観点から考えると、これが単一化していくか、いくのは果たしていいことなのかどうかっていうのはちょっと考えなきゃいけないところだと思ってます。遊ぶ場所の多様性、はい、ということなんですね。はい、そうですね。はい、そんな研究をされていたということで、今回の新型コロナウイルス感染症で愛子さんはこのようなことを考えたそうです。まあ、あの単純にこの休校休園の状況で、その特にそれで3月4月でしたので、もともと外で遊ぶ機会もね、あの限られたり、公園もまだ雪が積もってたりする状況なので、一体どうしてるんだろうっていうのが単純なその思いとしてあって、それをまず皆さんに聞いてみようっていうのが一つのきっかけです。で保護者にそれでずっと子供が家にいるわけですか、これ私自身の実は悩みでもあるんですけど、おまけに自分も在宅で仕事をしてたりするといるわけですよ家に。それでなんかこうね、で皆さんどうしてるのかなと思って、でそういうところにやっぱり普段やってる子供の遊びの研究の流れで、まあ、その次にもなってくるんですけど、遊ぶ場所でいろんな工夫をしたり、子どもたちが外で遊ぶことに対して大人ができること、それからその公園を作ったりしている立場として何かできることはないんだろうかって、そのための知見を得ることなどを得られないかということで、まあそういうことを考えて調査をやったということになります。はい、ありがとうございます。それで取り組んだ調査が次からになります。はい、で調査をやったのは、子ども環境学会のですね、北海道のメンバーの皆さんと一緒 に、ですね、まあ、主に最初は北海道からスタートしたんですけど、この新型コロナウイルスの影響で休園休校になっている、幼児から中学生までをお持ちのご家庭の保護者の方にですね、ウェブでアンケート調査をやりました。で主に3月いっぱい、今日は3月いっぱいの中間報告の時に集計したデータについてお話をするんですけど、その後はですね、本州の方にも声をかけてですね、全国から回答いただいて、トータルとしては1300人以上の方から今回答いただいている状況です。はい、ありがとうございます。調査結果としてはこのような項目をアンケートで、はい、そうですね、うん、はい、
主にこれが一番最初に知りたかった、子どもたちがどうしているかということで、その過ごし方の変化ですね、その前後で休校休園外出自粛でですね、どういう変化があったということで、まあ、屋内での遊びというのがやっぱり増える、それに対して屋外での遊びというのが非常にその減ったっていうのがその大きく出てますし、やっぱり友達と会う機会も減ってしまってるっていうのがちょっと、灰色の部分が減ったところになるんですね。灰色の部分が減ったところですね、青い部分が増えたものです。で、増えたものとしては、これも、まあ、最初から実は予想かなりしてたんですが、テレビやビデオの視聴とかゲーム機器の利用とかインターネットの動画を見るっていう時間がどうしても増えてしまったっていうのが分かりました。はい、ありがとうございます。その他、それと、まあ、保護者の方にですね、まあ、こういう状況なんですけど、こういう状況の中でもやっぱり外で遊んでほしいって、子どもさんに外で遊んでほしいと思ってますかっていうことを聞いたところ、普段と同様に必要だと思う方が 57% と、普段よりも必要だと思う方も 26% いらっしゃるということで、合わせてやっぱり8割ぐらいの方はですね、やっぱりこういう状況下でも子どもたちには外で遊んでほしいと気持ちでは思ってたという、結果ですね。ちなみに愛子さんはご自身のお子様にどのような過ごし方をしてほしいとありましたか？僕はもうそれこそうちの子供は中学生ですので、ちょうど部活やってて、中学3年の最後の部活ですから、やっぱりそのための体力維持するとかで、少しはそういうことも続けてほしいっていうのはありましたからね。できるだけ外で、だから外行ってちょっと走ってこいとか練習してこいとか、それも行ってもいいものやらどうやらっていうのも自分自身でも悩んでましたし、そういう思いありましたね。ありがとうございます。はい、で実際に聞いてみるとですね、屋外では遊んでない、もしくは遊ばせてないっていうご家庭が約 25% 4分の1ですね、まあ、それ以外に屋外で遊んでますよっていうご家庭が 75% っていうことで、これは多い少ないなかなか評価難しいと思いますけど、まあ、それでも 75% の、お子さんは、外で遊んでいるという結果ですね。でその場所としては、一番多いのは自宅の庭、それから友人の庭とかその周辺とか、まあ、アパートの周りとか、そういうところになると思いますけど、まあ、特に北海道の方が回答者多いので、どうしてもその冬から春にかけての期間でしたから、これが多くなるっていうのは分かるんですけど、まあ、それとあとは近所の公園で道路や駐車場っていう形で、やっぱり公園がその中でも選ばれているっていうことですね。はい、これ続けて説明してください。そうですね、先ほど8割強の方がやっぱいつもと同じか、それより遊ばせたいと答えていたんですけども、実際遊べたのは 75% ということなんですよね。はい、で、まあ、実際遊ばせてるけどやっぱりちょっと困ってるっていうような声も結構聞かれてですね、これは自由回答で回答していただいた内容の、文字をですね、テキスト分析っていう方法で、文字が大きくなってるほどその多く回答された項目を表してて、色の違いは、動詞か名詞か形容詞かっていうのを表してるんですけど、それでいくとこの遊べるとかですね、遊びにくいとか困るとかっていう、こういうキーワードがやっぱりその中に出てくるんですね。遊ばせたいけどどこで遊ばせていいかわからない、で外出させてみたらちょっと近所の方の視線も気になって、どこに遊びに行きなさいって言っていいかわからない、幼児のお母さんだと子供を外に連れ出してあげたいけどどこに連れて行けばいいかわからないっていうような声がですね、結構多く聞かれました。はい、やっぱり公園が大きくなっているのがものすごく印象的だなと私は思いますね。やっぱり公園に行きなさいって公園で遊ぶ、やっぱり安心して遊べる場所であることは確かなんですけど、その公園すら安全であるか安心であるかっていうことで戸惑った、かなりその保護者の戸惑いっていうのはこのアンケートの中では聞かれましたね。ありがとうございます。はい、でじゃあどういう情報が欲しいですかっていうことも聞いてますが、それでいくとやっぱり一番多かったのが今言ったようなそのどこで遊んでいいかっていうことがわからないっていうことがあったので、屋外で安心して遊べる場所についての情報が欲しかったっていう声は非常に大きかったです。あと、まあ室内での遊び方とか、そもそも外出でしていいかどうかと、いいのかどうかと、途中で外出自粛のとか、休校とか休園とかのになってから、ちょっとしてから少しぐらいの運動だったらいいですよとか散歩だったらいいですよみたいな話も出てきたんですね。ただその時間差があったので、各ご家庭では結構それについて困ってしまったっていうところがあったようですね、当初。はい、公園は私たちにとってある意味あって当たり前の存在かと思うんですけども、そういった公園で
遊んでいいのかといったような情報はどういったところから集められるんでしょうか。それがですね、なかなかそれも実は調べてみたんですけど、各自治体で結構対応が異なってですね、例えば遊具を閉鎖してたり、大規模なその運動施設は閉鎖にする、屋内施設は閉鎖にするとか、中には公園そのものを閉鎖にしたような自治体もあったりしたので、その辺の情報がきちんとその休校休園する時のそういう話とセットにして、保護者の方とかお子さんに伝わってたかどうかっていうのは、まあ、ホームページには確かに載ってますよ。でも普段行政の公園のホームページなんて見ます？いや、まだ見たことないですよね。お子さん、はい、子どもさんが言ってもなかなか皆さん見ないと思うんですよ、そういうのを。でそこでいくらそういう情報が出てたとしても、さ役所はちゃんと伝えたって思ってるかもしれないですけど、実際はこういうことなので、普段からそういうことを意識してないと、なかなかどこに子どもを遊ばせてそこが安心できるような場所なのか、何に気をつければいいのか、で後からその要は新しい暮らし方とかそういうので、3密を避けるとかっていうのが出てきて、少しはいろいろと広報されるようになりましたけど、そこがやっぱり困ったんだろうなと思います。うん、はい、ありがとうございます。で公園選ばれてる公園、じゃあ実際に公園で子どもさん遊ばせてますよっていうところでは、自宅から近い公園っていうのが一番多くは選ばれてるんですけど、それに加えて人が少ない、面積が広いっていうのが理由として出てきたのが、まあ今回の結果の特徴ですね。いつもはこの項目は他のその先ほど紹介した定期的にやってる調査の中では項目としては設けてないんですけど、これが大きく出てきてるっていうのが今回の特徴だと思います。ありがとうございます。でこれは札幌にある総園公園っていう一つの公園の例ですけど、こういう遊具があって、あとグラウンドがあってっていう典型的な住宅地の中にある公園ですが、まあ、そこもですね、3密を避けるっていうことも結構実はできるんですが、このグラフ見ていただくと、これは昨年と一昨年の冬と春夏にですね、うちの大学院生と一緒に調査した結果なんですけど、公園が混む時間帯ってこの10時前後の午前中の時間帯とですね、あとその放課後の子どもたちが学校から帰ってきて遊びに来るっていう3時頃っていう2つのピークがあって、実はお昼頃とか早朝とか夕方遅い時間とかは割と空いてるんですよね。放課後からちょっと帰ってご飯のあたりになると減り始める、はいはい、そうですね、そうです、うん、みんな子どもたちここは帰らなきゃいけないんで、ここで遊べとは言いませんけど、今回家に皆さんいたので、この辺のお昼時間あたりは実はその3密避けて遊ぶことは結構可能だったということになるんですね。なるほどですね。先生、はい、公園の、公園内に何人ぐらいの子どもがいたらいいぐらいの人口密度になるというか、そういったご研究もされているかと思うんですけども、だいたいサッカーコート半面ぐらいの大きさの公園と理解していますが、うん、このサッカーコート半面ぐらいだったら何人ぐらいがいいですかね。この3時ぐらいで100人近い子どもと大人と合わせてですね、100人近い人数がいる日が春のこう平日、それにあと夏の平日にありますけど、これだからといってすごく子どもたちが例えばぶつかり合って危険な状態になるとかですね、そういう密度ではないです。いわゆる小学校の校庭とかには一応基準があって、何人ぐらいで面積がどのぐらいっていうのが、1人当たり面積どのぐらいっていう基準があったりするんです。それから言ってもまだかなり十分な広い面積で使えるぐらいでやってます。ただ今のこのソーシャルディスタンスを取るっていうことからいくと、これが一体どのぐらいなのかっていうのは検証しなきゃいけないと思ってます。これからまた新しく検証しなくちゃいけない項目になってきたということなんですね。はいはい、で調査結果のまとめですけど、遊び場は公園に集中してて、休園休校でテレビやゲームの時間がまあ増加して、まあ、それでも保護者の方はステイホーム中でもですね、子どもを外で遊べせたいっていう希望があって、それであと規則正しい生活をすることとかですね、いろんな工夫も実は自由回答で得られてて、例えば時間割を作って規則正しい生活を子どもたちにしてもらって、その中に体育の時間っていうのを作って、ご家庭でですよ、体育の時間っていうのを作って家の中で運動するとか庭で縄跳びをするとかっていうような工夫をされてる家庭も実は結構あったということです。そういった知識の共有というのもやっぱり大切になってくる、はい、ということなんですね。はい、それでは最後に愛子さんが今回の事態を受けてどのように考えたのか、そして皆様とどのように考えたいのかというコメントをお願いします。はい、
まあ、一つ子どもっていうのにとってですね、遊びっていうのはもう欠かせないもので、それが体の発達とか、あと社会性とか、その感性とか創造性を発達させるんだっていう、これはもういろんな過去の研究からも言われていることです。で、その子どもにとっても欠かせない遊びなんですが、そのための公園に中心になってますが、そのため公園の場所がですね、実は最近ちょっと減りつつあるという問題も片方で、まあ、あります。で、今回のようなことが起きたときに公園の重要性っていうのが非常に問われるように、まあ、なってきてますので、その辺の部分についてですね、本当にこのやり方でいいのかっていうことも考えさせられたっていうところはありますね。はい、はい、で、最後にちょっと今出てきましたけど、そのために子どもに多様な遊び環境を提供するために、普段からですね、我々もちょっと考えておくべきだったんじゃないかなと思ったりもしてて、この辺は皆さんのできればコメントとかもいただければ嬉しいなと思いますけど、はい、はい、ありがとうございます。はい、こうさんから最後に、普段からそもそもやっぱり私たちの身の回りの公園の存在をもっと考えた方がいいのではないかというコメントをいただきました。皆様、こちらのですね、愛子さんの問いに対してぜひですね、コメントの方よろしくお願いいたします。札幌市は行政が公園計画ホームページを制作しているようですが、札幌市が羨ましいですといったコメントも来てますけども、札幌市は進んでいる、ね、そういった意味では、そうですね、うん、結構あのシステムは割と面積が分かったり、どういう遊具があるかとか、自分の自宅の近くにどういう公園があるかっていうのは分かったりするシステムがあるので、うん、あれは非常にいいなと思いますけど、それでもね、あること自体を知らないとなかなか使いこなせませんから、普段はなかなかあんまり見る方はどのぐらいいるのかなっていうのはちょっと思ったりしますけどそうですね、はい、私も札幌に越してきたばかりですけど、まだその存在すら知らなかったですね。はい、ということで、他にもいくつかコメントが来ているんですけども、はい、この後の質疑応答でいくつか、拾わせていただければと思います。それではまず1人目の話題提供者、愛子哲也さん、ありがとうございました。はいはい、ありがとうございました。それでは次に、教育学研究員より加藤先生が、話題提供をしていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで、加藤さんはステイホームいかがお過ごしでしたか？うちも子供がいたんですけども、まあ、どうやって遊ぼうかなと思って子供を誘うんですけど、子供はゲームが好きなので、なんか親の方がイライラしちゃうみたいな感じで、なかなかやきもきしてました。はい、はい、ありがとうございます。では加藤さんの自己紹介からまた始めていこうと思います。加藤さんのタイトルはステイホーム子供への影響ということで、子供からの視点で子供への影響を調査したということになります。はい、お願いします。はい、私は香川県というところでの出身で、普段は発達心理学を専門にやっています。でその中でも特に、思春期の問題とか、思春期に起きてくる、まあ、いろいろ、ネガティブな現象みたいなことについて研究しています。で特に、心理学で問題を考えるときっていうのは、発達がうまくいってないから、問題が起きるんじゃないかっていう考え方をすることが多いんですけれども、私は逆に、思春期になると、なんでこう問題をこんなにたくさん起こすことができるようになるんだろうかと、でそのポテンシャルはどこにあるのかっていう視点で研究をしています。思春期はむしろ問題が起こせるようになる時期ということなんですね。はい、はい、ありがとうございます。例えばちょっと一つ皆さんに問いを投げかけたいんですけれども、まあ日本の、若者たちは自尊感情が低いってことをよく問題視されるんですけれども、まあ、これは実は日本に限らず、まあ、思春期の子どもたちっていうのは、まあ見ていただくと、ここ年齢なんですけれども、90歳まで、自尊感情の変化、自分自身に満足しているとか、自分のことが好きであるってことを聞いてるんですけれども、まあ、思春期にあたるところを見てみると、まあ、基本的に下がりっぱなしな状態なんですね。なので思春期っていうのは当然、自尊感情とか自己肯定感って言われるものは下がるんですけれども、これは何でだと思いますかっていうのがちょっと皆さんに投げかけたい問いですね。はい、なんで皆様は、参加者の皆様は今およそ40名ほどいるんですけども、なんで思春期になると自尊感情が下がると思われますか？なかなか難しいお話で、いくつも解釈があるかと思うんですけども、発達心理学という先生のご専門から見ると、どういうふうな解釈ができるようになるのでしょうか？はい、一般的には、まあ、3つぐらいの要因が言われているんですけども、私自身は一番関係しているのは、まあ、この時期に思考が発達するっていうことがとても関係していると思います。もうちょっと具体的に言うと、論理的に考えられるようになるんですけど、
まあ、よく学生さんとか、中学生自身に質問すると人と比べるようになるっていうような回答が返ってくるんですけれども、まあ人と比べるだけではなくて論理的に考えられることになることのポイントってどこにあるかっていうと、考えてるその自分の考え方を考えられるようになるってことで、ちょっとややこしい言い方すると考えてることを考えられるようになるってことなんですね。考えてることを考えられるようになる、はい、で、もうちょっと違う日常的な言い方で考えると、例えば悩んでる自分に悩むとか、こんなことにくよくよ悩んでる自分ってダメなんじゃないかっつってさらに悩みを深めていく。なのでさっきの話で言うと、比べてるから自尊感情が下がるっていうよりも、比べてる自分を意識できるので、こんなことで人と比べてくよくよしてる自分が嫌になっちゃうみたいな感じで、なので自分の対する価値観みたいなことが下がってしまうってことが起きるんじゃないかというふうに考えてて、で実際自分たちでも調査してみると、やっぱ思考が発達している子ほど自尊感情が下がりやすいっていう結果が得られているので、まあ概ね思考の発達っていうのが自尊感情の低下に影響してるんじゃないかなって思ってます、うん、調査というのはやっぱり中学生などを対象にした生徒からの意見というので、そういうふうに判断していくわけなんですよね、はい、ありがとうございます。で、いいですか、一つ付け加えておきたいのは、発達がうまくいってないから問題が起きるというよりも、やっぱ問題の背景には発達が隠れているという視点を取りたくて、例えばこの場合でいうと自尊感情が下がるというのは良いことではないように思われるかもしれませんが、思考の発達が隠れている。それから例えば、自殺なんかも可能になってくるのがだいたい10歳以降なんですけれども、例えばいじめなんかも考えてみると、いじめというのは、発達がうまくいってないというよりも相手の気持ちの理解がすごくできないといじめることは難しいので、つまり相手がどんなふうにすれば嫌な気持ちになるかということが理解できるということが実はいじめを深刻化させる重要な要件になりますので、なのでいじめが起きるということは、子どもたちの問題ではあるんだけども、まあ、それはどうやって止めるかということは考えなきゃいけない一方で、そういう力がついてきた子たちに、まあ、どういう授業を組んでいくとか、どういう大人の関わりをすべきかみたいなことを考える必要があるかなと思ってます。ありがとうございます。いろいろなコメントがこの問いに対しては来ているんですけども、例えば自分の限界が見えるようになるからでしょうかといった答えなんかも来ているんですけども、そういったことに対してはいかがでしょうか。はい、そうなんですね。この前の思春期以前というのはどっちかというと思考を外側に広げていくとか、あるいは未来にずっと広げていくっていうふうなことが言われていて、例えば、外側に広げていくと世の中にはなんかすごいやつがいるんだって、どんなに頑張っても自分よりできるやつがいるっていう感じ、それから、未来に、どんどん思考を深めていくと最終的にはちょっと変な言い方ですけど、死んじゃう、みんな死んじゃうのになんでこんなに一生懸命頑張んなきゃいけないんだろうって考える子もいると思います。でそれが翻って自分の内側に今度向き始めた時に、生きている意味とか、やること勉強することの意味とかってことを問い始めるところが起きてくるので、それはかなり近い思春期の発達の特徴だと思います、はあ、思春期をその視点で僕はちょっと考えたことがなくてですね、先ほどの愛子さんの話も幼稚園生から中学生まで幅広く取ってましたけども、やっぱりそういうのももうちょっと細分化してみてったら新しい発見なんかがあったりするのかなと思いながら聞いていました、はい、それでは話の方をほんのちょっと進めさせていただきます。こういった発達心理学を専門にされた加藤さんですけども、新型コロナウイルス感染症でこういったことを考えたそうです。はい、一つは、私はまず親として反応してしまって、まあ、いろんな情報が氾濫してくるんです、情報が入ってくるんですけど、休校になるとこういうところに気をつけましょうとかですね、親はこういう言葉かけをしましょうってことがあるんですけども、まあ、一つはどういう、根拠でそういうことが言われているのかっていうのはよくわからない、研究者としてわからないなっていう部分で、反応したりとか、それから結構ネガティブな、なんかこう大変なことが起きるぞみたいなことが多かったので、本当なのかなっていうのが一つ目でした。それから二つ目は、普段問題のことを研究していると、学校ってなんか子どもたちのストレス源のように言われるんですけれども、今回学校がないのにそれもストレスっていうのは なんだか一体何が起きてんだろうなと、多分、子どもによってはストレスにもなるし、子どもによっては例えばよく言われることですけれども、まあ、家庭が厳しいお子さんなんかだとこの時期って家庭にいること自体がリスクになるということもありますし、逆に言うといじめなんかにあっているお子さんからするといい休憩になるというのは当然だと思うのに思うんですけれども、なんかトータルで語られちゃう、全体として語られちゃうので、もうちょっと最後のところになると思いますけれども、丁寧にどういう子どもたちにどんな影響があったのかということを見ていきたいなというので、急遽調査をするということになりました。はい、ありがとうございます。その次からが調査方法と調査結果の説明になります。で知りたいことは3つありました。1つはそもそも、休校の影響があったのかどうかってことは知りたいな。それからあったとするならばどんな生徒に影響があったのかってことですね。
で最後に一体それはどんな影響だったのかということを、まあ、丁寧に少し見ていきたいなっていうので調査をしました。で皆さんにちょっと投げかけたいんですけれども、そもそも休校で子どものストレスっていうのはどう変化したと思いますかね。はい、ということで皆さん選択肢 1,2,3 休校で子どものストレスはどのように変化したと思うかに対してコメント欄でよろしかったらですね 1,2,3 のどれかを入力していただければと思います。それではスタート。じゃあストレス、抑うつ、不安と無気力とあるんですけど、はい、抑うつというのは、はい、抑うつっていうのは、なんか、悲しい気持ちになってしまうとか、あるいは、漠然とした不安になって不安が抱えてしまうとかってことになります、ね、はい、ということでコメント欄の、皆様からの回答が今のところまだ来ていないんですけども皆様も結構この問題、いやどうなのかなっていうふうに悩まれてるのかもしれないですね、はい、ではちょっとデータを見ていきますか。はい、ではちょっとデータの方を、あ、皆様から回答がすごいお寄せいただきました。時差がラグがちょっとありましたね、失礼いたしました。1と3が非常に多いですね。ストレスは高くなった、それほど変わらなかった。では気になる調査結果をご覧いただきます。はい、まあちょっと調査協力者のところからいきたいんですけれども、東海地方にある国立中学校で、普段私たちは年に3回調査をしています。で今回急遽、ストレスのことも測っていたので、休校明けに分散登校しているところだと思うんですけども、で調査をさせてもらいました。で、まあ、休校期間はこんな感じになってて、本州なので、一度登校期間があったってことが特徴で、コロナとして見るといわゆる第1波の影響を受けて休校になったってことになります。点線の部分が休校のところというところなんですね。はい、で結果なんですけれども、まずストレス、抑うつ、不安に関してなんですけれども、見ていただきたいのはそうですね、ここのところですね。ここに休校期間があるんですけれども、やっぱり、今の現2年生と現3年生が休校前休校後のデータがあるんですけれども、ストレスが高くなっているってことが分かるんじゃないかなと思います。ここの上がってるところですね。で、注意しなきゃいけないのは、年度をまたいだときにストレスが高まるっていう結果、そもそも年度の当初にストレスが一番高くなるっていう結果も今まで心理学で報告されてるんですけれども、うん、まあ、この中学校で見ると年度の始まりからどんどんストレスがちょっとずつ上がっていくっていう特徴を持ってるので、やっぱここがここぐっと上がってるっていうのは、あるいは前の年度と比べた時に高い位置にあるっていうのは、やっぱり何らかの影響があったって見た方がいいんじゃないかなって私たちは解釈してます。うん、先生1点だけちょっと質問なんですけども、はい、この縦軸というのは5段階評価の 1,2,3,4,5 という認識で、この高さで見た方がいいのか、この角度で見た方がいいのかで言ったらどちらになるんですかね。両方ですね。うん、まあ、一つは高さで見てもらった時には、3がどちらでもないですから、うん、で、2点台っていうのはどちらかというとそうではないってことに答えてますので、うん、基本的には低い位置で推移しているってことは大事なこと、あのポイントだと思います。うん、ただし個人内でそれだけ変動している、もともと低かった子がちょっと上がってしまっているってことは言えるんじゃないかなとは思います。ありがとうございます。はい、とか無気力に関しては、まあ上がっているといえば上がってはいます。ただ、抑うつほど顕著な傾向は見られなかったっていうふうに言えると思います。特に例えば、今の3年生の女子を見ていただきたいんですけど、中学1年生から2年生あ1にごめんなさい中学2年生の1学期から2学期のところの上がり幅に比べて今回は低いので、やっぱ問題視するんだったらこっちの方がよっぽどストレス上がっているので、まあ、上がってはいるもののそんなに、大変な状況っていうふうには見なくてもいいんじゃないかなっていうのが私の個人的な解釈です。はい、ありがとうございます。はい、で2つ目なんですけれども、今は平均で見ていただいたんですけれども、今度は2番目の問いになりますが、どんな生徒に影響があったのかってことを見ていきたいんですけれども、今回は、4つのパターンをちょっと出したんですけれども、1つはですね、学校に適応できている生徒さんで、まあ、ストレスが上がったのか、それとも学校にうまく適応できてない、生徒さんでストレスが上がったのか、それとも全ての生徒さんで上がったのか、まあ、あるいはそれ以外ってことだと思うんですけども、まあ、皆さんはどう思われますかね。こういった場合分けをするのはどういった理由で場合分けをされてるんですか。学校っていうのはなんかこう一口に語られちゃうことが多いんですけれども、いろんなタイプの生徒さんがいますので、やっぱり同じことが起きたとしても、最初にもお話ししましたけど、例えば不登校のお子さんとか、あるいはいじめの被害に遭っている生徒さんからすれば、ここは一息つけたところかもしれないので、やっぱりどういうタイプの生徒さんで今回の休校っていうのが、
まあ、ネガティブな影響を持ったかっていうのは丁寧に見る必要があるとは思っています。あ、視聴者の方からもコメントが続々とやってきました。1が多いような、あ、1と3ですね。はい、先ほどと同じような、そうですね、形ですかね。では結果の方を見ていきましょう。はい、で、2つのタイプで、生徒さん、2つの項目で生徒さんを分けてみました。1つは学校の楽しさですね。学校は楽しいとか行くのが楽しみだってことを聞いてるんですけど、これも5段階で聞いていて、1項目あたりの平均値を比較していきたいんですけど、3点以下ですね。どちらとも言えないからそうではないっていう人たちを定群、なので学校楽しく思ってないっていうグループに分けました。それからそれより高かった人たちを高群、まあ、比較的楽しんでいる子たちに分けました。で、結果を見たいと思います。で、見てみると、まあ、分かりやすいのは1年生から2年生のところだと思うんですけども、高群の子たち、学校楽しんでいる子たちのストレスがぐっと上がっているっていうのが分かると思います。それから、逆に学校楽しくないよって言ってた子たちは下がっている。なので、この休校は彼らにとってみるとストレスを低減させてくれる、まあ、ほっと一息つける期間だったのかなというふうに思います。そうですね、私からちょっと感じたのが、そもそもこんなに学校を楽しんでいないんだという人が一定数いるっていうのはやっぱり難しい状況なのかなと思ったりもしました。先ほど愛子さんの講演でもありましたけど、多様性というものがやっぱり学び場でも重要な時代になってるんでしょうか。いや、私自身もあんまり学校楽しいと思ってなかったなので、あの、共感はできるんですけどあとは楽しくない時もあるっていうふうに見た方がいいのかもしれないと思います。はい、なるほど、その変動もあるということなんですね。もちろん、はい、たまたまその時に、あの、3月の段階であんまり学校を楽しく思ってなかった子たちってことですね。ありがとうございます。はい、で、2年生3年生のところではあんまり変化がなくて、でもやっぱり適応したことじゃ上がっているっていう感じですね。で、無気力はそれほど顕著な結果が出なかったっていう感じです。で、あともう一つ、学校のへの、適応を調べるときには、学習への意欲みたいなことを調べるんですけども、今回は、モチベーション、学習動機づけっていうところを調べたんですけど、その中でも最も、問題を解くこと自体が面白いってことをみたいな、勉強する理由について聞いてるんですけど、これも同じように1項目あたりの平均を取って、どちらとも言えないより下を低群、それから、高い人たちを高群に分けました。はい、で、見てみると、まあ、ほとんど同じ結果で、高かった人たち、要するに勉強に対してモチベーションがあった人たちの方がストレスを感じていた、上がっていた。で、これは1年生2年生同じ で、無気力に関しても同じような結果が出てて、無気力の方がむしろ顕著かなと思うのは、勉強に面白さを感じなかった人は下がっていて、で、勉強に面白さを感じた人たちは上がっているっていうことが、結果として言えるんじゃないかなと思います。なので、やっぱり人によって受け方が違うってことですね。はい、で、今度は、北海道、こちらは、縦断的っていうんですけど、連続して取ってない追跡調査ではないんですけど、一時点だけで取ってみました。で、北海道と本州は少し状況が違っているので、その比較をしていきたいと思います。で、何が違うかというと、休校期間が違っていて、ちょうど北海道で、調査をさせてもらった時には第2波が終わって、再登校が始まったところで調査をさせてもらいました。なので、休校期間が基本的に長かったっていうことが、北海道の特徴かなというふうに思います。で、その違いがどんなふうに出てくるのかを見ていきたいと思います。で、まず最初になんですけど、まあ、意外な結果かもしれないですけど、休校期間は楽しかったですかってことを聞いているんですけれども、ちょっと 50% のラインで線を引くと分かりやすいと思うんですけど、休校期間が長かった北海道の方、まあ、一つはですね、 5割ぐらいの子たちは、を超える子たちがですね、結構楽しかったって答えてるってことですね。なんだかなとか思うんですけども、それから北海道と、本州を比較すると、北海道の子たちの方が、肯定的な意見が多かったっていうのが一つあります。で、良かったねとは実は言えなくて、次のスライドが問題になってくると思うんですけど、じゃあ再登校への不安はどうでしたかって見てみると、北海道の子たちもちょっと 見てみるとですね、結構高いってことですね、本州に比べると。なので、楽しかったという一方で、登校再開に対しては不安も持っているみたいな、まあ、なんとかこうプラスとマイナスの感情が入り乱れるような状態で登校が始まったんだなということは分かると思います。はい、それから、感染への心配ですね、学校に行った後にですね、感染してしまうんじゃないかという心配を見てみると、ここも、低い学年ですね、北海道の低い学年で顕著に、肯定的な、こことここですね、で高い、値が出ているので、やっぱり、休校期間が長かったことと、コロナの、流行り方が違ってたということは、多少の影響があるんじゃないかなというふうに思ってます。うん、ありがとうございます。で、どんな影響なのかという中身を見ていきたいんですけれども、
ちょっと注意しなきゃいけないなと思ったのは、一つはですね、休校が子どものストレスにそのまま影響を与えるってパターンもあったんです。今見てもらったのはこのパターンを見てもらったんですけど、もう一つ影響の経路があって、それがこの中学2年生で特に見られたんですけども、休校することによって、まあ、親がイライラしちゃうと。で、親がイライラした結果子どものストレスを高めるって、これ自分ちだなとか思ったんですけどもっていう、あの我が家のパターンもあったんだなっていうことが、明らかになってて、今私たちが心配しているのは今度は学校が再開して、この親の部分が先生が該当する可能性があって、今現場の先生方によって、要するに3密を避けるための指導っていうのがすごく苦慮されている学校と、あるいはすごく厳しくやっている学校とそうではない学校みたいな、かなり温度差があると思うんですね。でそうすると先生方によってはこの親の状態みたいな状態になってしまって、それが子どもに影響を与えるっていう2つ目の経路が出てきてしまうっていうのがちょっと心配してるかなと思うので、今後あの先生方のストレスみたいなことも研究していきたいなと思ってます。これは大人としてはものすごくいろいろ考えさせられるデータですよね、はい、中学生からの意見でこういったルートが判明したということなんですよね、はい、子どもからの意見で私たちが考えさせられることというのはやっぱりあるかなというふうな印象を私は受けました。はい、で今回のまとめをしておきたいんですけど、一つは、休校っていうのはストレスを高めた可能性はあるなっていう感じがします。ただしもう一回次の調査を取って登校が再開した後下がっていればやっぱりここで影響があったんだろうなって思うので、まあ、いろんな可能性を含めながら、解釈していく必要があると思います。ただしストレスの値自体はそれほど高くないので、あんまりこう今危険な状態にあるとかっていうふうに見なくてもいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。それから2つ目は、適応のいい生徒、学校適応がいい生徒の方がストレスを高めてたってことがポイントとしてあると思います。逆に言うと適応があんまり良くなかった、普段学校楽しくないなと思っているような生徒にとっては、まあ、ポジティブな効果もあったんじゃないかなっていうのも、見逃してはいけない点かと思います。それから、休校の再開とかに向けてですね、その反応というのはかなり多様である。なので学校現場は先ほど見ていただいたら分かると思いますが、多分3分の1の、生徒さんたちは、コロナにかかることを怖いと思ってて、で3分の1の生徒さんたちは全然平気って思ってるわけですよね。でこういう、同じ学校にですね、全然違う考え方の人たちがいるわけですから、きっと先生方が対応していくっていうのはなかなか難しいし、で先生方の中にも温度差があると思うので、この多様な反応にですね、どう配慮していくのかっていうのは結構大きな課題なんじゃないかなというふうに思ってます。ありがとうございます。先生、すみません、終わりの前に1点だけ補足させていただきたいんですけども、はい、コメント欄で人によるんじゃないかというふうにやっぱりたくさん来てまして、はいはい、こういうふうに集団でのデータとして一人と向き合ってしまうことに対しての危険性なんかはあるんでしょうか。一人と向き合ってしまう、はいはい、集団 みんながこうだからあなたもこうなんだよといったようなことに当てはめられてしまうような危険というのはやっぱりあるんでしょうか。はい、むしろそれを避けるためにグループを分けて分析してみたりとかっていうことをさせてもらったっていうのが今回なので、人によって違うっていうことをむしろ強調したかったっていうのが今回の結果になります。ありがとうございます、はい、それでは最後に加藤先生からこのようなコメントを皆さんにいただきました。私が今一番、このコロナ休校の問題とかで気になっているのは、やっぱり子どもを置き去りにして議論が進んでいるんじゃないかっていう、トップダウンで物事が進んでいって、例えば夏休みが減りましたけれども、それに対して子どもからの声があったのかとかですね、それからもう一つ言っておくと、僕はこの結果なんかを子どもに見てもらいたいと思います。今現場ではアンケート取られて子どもの声を吸い上げるってことをやってるんですけども、子どもが自分のクラスにどんな声があるのかってことを見てないんじゃないかなっていうのがちょっと気になります。というのも、例えば私自尊心の研究とかさせてもらってるんですけれども、自尊感情のこのが下がるところとかを、自分が調査をさせてもらった学校で返すんですけど、そうすると返ってくる回答ですごく多いのは、あ、自分のことに自信がないのは自分だけじゃなかったんだって言って少し安心したみたいな話になるわけですね。なので実は自分だけじゃないってことを知るのはとても大事だと思うので、中学3年生とか中学生とか思春期に入れば思考が深まってますから、データを取って大人の側だけがどうするかっていう考えに使うんではなくて、子ども自身もこんないろんな多様な考え方をする子たちがいる中で、自分たちのクラスではどういうルールを作っていくべきかとか、あるいはどんなふうな学校生活にしていくべきかってことを話し合うのが必要かと思います。なので最後に皆さんに投げかけたい、私からの問いかけは、休校問題っていうのはまず第一に子どもたちの問題だと思います。なので子どもを守るっていう視点からどうしても大人が先行することが多くなっちゃうと思うんですけれども、でもこの問題に子どもが参加するとしたらですね、どんな参加の仕方があるのかってことを皆さんと一緒に考えていきたいなっていうふうに思います。はい、加藤さんありがとうございました。皆様もぜひ加藤さんからの最後のこちらの問いかけにお答えください。
はい、それではこの後に皆様からの質問を YouTube ライブのコメントを通して受け付けたいと思います。今から愛子さんと加藤さんと私の3人並ぶような配置にスタジオをちょっと変更しますので、皆様に休憩時間を取っていただきたいなと思います。休憩時間ですが今ちょうど20分ぐらいですので、大体23分ぐらいになりましたらまたこちらの、同じところで再開できればと思っています。皆様ではですね、ゆるゆるとお過ごしになってお待ちいただければと思います。それではまた。はい、皆さんお待たせいたしました。会場内3人横並びということなんですけども、間にアクリル板なんかを立てて、これから皆様の質問に答えていくようなスタンバイが整いました。それではですね、まず皆様からの質問にお答えいただく前に、愛子さんと加藤さんがそれぞれのお話を聞いて一体どういうふうに感じたのか、ちょっと質問してみたいところがあるのかといったようなお話から始めさせていただければと思います。まず愛子さんお願いいたします。非常に加藤先生の研究がですね面白くて参考になりました。それでちょっと思ったのが、その今回 の, そのストレス、そもそも、まあ、値自体はそんなにもともと高くないっていう話でしたけど、あれ例えば今回その休校の期間は、1ヶ月2ヶ月ぐらいでしたけど、まあ、あれがずっとこう上がっていった場合ですね、どういうその心身にですね中学生とか影響が出るのか、まあ、それもお子さんとかによって違うとは思いますけど、それのリスクっていうのはどの程度あるものなんですかね。やっぱ長期的な視点は考えなきゃいけなくて、やっぱり第2波第3波が来た時にどういう影響が出る、多分普通に線形に伸びるわけじゃなくてぐっと伸びてくると思いますので、で多分一番最初に出てくるのは、今回もある程度出てきましたけど、やっぱ生活のリズムですね。やっぱ夜寝るのが遅くなるとか朝起きるのが遅くなるって、まあ、今回はちょっと遅くなったって子たちが一番多かったんですけど、やっぱりそれでもかなり遅くなったとかっていう子もいます。それからもう一つは食事のところが出てきてて、食欲がなくなったって子たちも結構いたので、そういうところに出てくるんじゃないかなとは思っています。そうやって考えると学校っていうのはすごくいろんな、まあ、もちろんストレスになる子もいるんでしょうけど、非常にいろんな時間とか機会とかを子どもたちに与えてるっていうことですよ ね。だから普段の生活を普通に回すってことが食欲を確保しますし、それから睡眠も確保することになると思うので、あと外で遊ぶってこと、日光を浴びるってことが睡眠の時間にも影響するってことはよく言われるので、とても大事だと思います。私の調査の方でも、はい、夜寝る時間が子どもたちがその幼児とかでも遅くなってるっていう回答も寄せられててですね、やっぱりその、昼にどうしても家の中ばっかりで運動も不足してるし、で不規則になってしまって、どうしても夜更かし、してしまってるっていうんで、やっぱりその影響はすごく大きかったっていうことですね。はい、はい、ありがとうございます。加藤さんから何か愛子さんに聞いてみたいことなどありますか。はい、私は一番気になったのはやっぱり札幌の休校の時期が3月だったってことなんですけど、ストレスっていう観点から見ると、札幌の子たちはこの時期結構家にいることに慣れているので、本州の子たちがこの時期に家にいなさいっていうのはなかなかきつかったと思うんですけど、逆に言うと北海道の子たちには利があったでも変な言い方ですけれども、なんかプラスとは言いませんけれども、なんとか耐えれるなんていうか資質があったとか、そういうところっていうのは本州との違いとかっていうのは何かありそうですかね。まだその本州の回答とですね北海道の回答とっていうのは比較するところまではできてないんですけど、まあ、おっしゃった通りで多分はそれはあると思います。特にその2月から3月にかけてって、それこそ写真でも見ていただいたように公園の中雪がいっぱいあったりするので、あとその道路とかも危険なので、あんまり外で遊ぶなってもともとそうおっしゃってる家庭ももともと多いんですね。だから外遊びする頻度とか時間自体ももともと少なかったりするので、まあ、家の中にいることが多いですから、それほど実はそんなに大変じゃなかったかもしれない。それに対してもっと気候が良かったり、する、本州とかあと九州とかの方ではもうちょっとその子どもの外出っていうのに対してはですね影響が大きかった可能性っていうのはありますね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうですね、今回学び場と遊び場を考えるということで、加藤さんから、子どもにとっての遊びというのを発達心理学的にどのような意味を持つのかというのを私からちょっとお伺いできればと思います。
多分遊びというのは子どもの主体性というか自分たちでどう考えてやるかという側面がすごく強く出てくると思います。でにもかかわらず今回っていうのは、トップダウンで上から公園は使っちゃいけないとか感染が起きるとかっていうふうに言われて自分たちのこの想像の余地がなくなってしまったっていうことが一つ、残念だなっていうのがあります。からもう一個はただとはいうものの遊びのに対する態度も好きなお子さんから、やっぱり外に行くとなんかこう走るのが遅いから外に行きたくないというお子さんもいたりとかするので多分そこにも個人差があるんじゃないかなと思っているので今後はそういうところなんかがどういう結果が出てくるのかなということをちょっと注目しています。ありがとうございます。それでは、参加者からの質問に答えていこうかと思います。まずですね、遊び場に関しまして愛子さんに質問が来ています。遊び場でその公園内のある箇所例えば砂場ですとかそういった場所に密集してしまうリスクなんかがあるのではないかという質問が来ているんですけどもやっぱり公園ってその中にいろんな特徴があるのでそういったものとの向き合い方というのはどういうふうにしていった方がいいでしょうか。はい、もちろん公園の中にもですね密集しやすい場所っていうのがあって砂場ももちろんそうですしあと遊具ですね。でどうしてもそういう場所っていうのはまああるんですよ。でだからそれを避けるためにかなり多くの自治体では公園の中でまず屋内の施設ですよねそれから、その遊具等を一時的に利用を停止してただその代わり広場とかそういうところでは遊んでいいですよっていうその代わり距離を取ってくださいとかですね。であと球技ができるところでも試合というかそういうのは、まあ、しないでキャッチボールしたりとかそういうのはいいですよっていうようなこうことは指導はしてたようですけどただなかなかそれが場所によって統一されてなかったりちゃんとそれ子どもまで伝わってたかなっていうのは思ったりもしますね。はい、ありがとうございます。他のコメントでですね休校期間中は親も孤立しがちで子どもに目が行き届きすぎでストレスをかけてしまうことが多いのではないかなというふうなご回答もあったんですけども加藤さんこちらなんですけども先ほどの中学生は親を経由してストレスを感じてしまうかもしれないという話もあったんですけども一体どんな行動がストレスにつながっているんでしょうか。それすごく面白い指摘だなと思うんですけどまだ結果がちょっと分析しきれてないんですが、休校期間中に、保護者との会話が増えたって答えてる子たちはすごく多かったんです。で今私はそれはプラスだと捉えてたんですけどももしかするとある学年とかの以上の子だと鬱陶しいみたいなこともあったのかもしやっぱ接触機会が増えればそれだけトラブルの機会も増えるかもしれないのでちょっと違う視点をいただいたなって今ありがたいなと思いました。ありがとうございます。愛子さんの調査結果でもステイホームになった結果保護者からの視点でも子どもとの話す機会が増えたなというようなご回答があったかと思うんですけども愛子さんこちらについて何かございますでしょうか。ありましたね。私の方でもその増えたものの中でその親子の会話が家庭内での会話が増えたっていうのがあったのでどうしても一緒に過ごす時間長いですからある意味私もそれはいいものとして捉えてましたけど、まあ、なるほどと思って今思って違う見方もしなきゃダメだなと思いましたけどね。ありがとうございます。はい、遊び場と学び場に関しまして同じ県内でも都市部と地方では考え方を変えた方がいいのか考え方は変わるのでしょうかというような質問があるんですけどもこちらに関してはいかがでしょうか。はい、加藤さんお願いします。はい、そこは今要検討中です。で私は北海道と本州を比較したらもっとクリアな違いが出てくるのかなと思ってたんですけれどもかなりやっぱ学年によって違いが出る学年もあれば出ない学年もあったりするので、まあその本州 と、北海道っていうだけではなくて学年であったりとか受験があるとか特にやっぱ最終学年の子たちが行事を結構奪われてるっていうのは大きな問題になってると思いますので、まあ、本州と地域の問題よりももしかすると学年の問題の方が、大きな差を生み出しているのかもしれないなというふうに今は思っています。ありがとうございます。はい、他にもいろいろなコメントが来ていますが親のイライラが教員のイライラに移行する懸念がとても心配です。親のイライラと教員のイライラが子どもに移行する懸念がとても心配ですということかと思うんですけども予防や対応で何か大人側から心がけられることなんかはあるんでしょうか。いやそれは検討課題だと思いますがでもやっぱり適度な距離を置くってことは大事だと思いますしこれは自分の反省でもありますしそれからやっぱり、ある程度、子どもを信頼して例えばスケジュールを組むっていう時にどうしても大人はこの時間に起きなさいとかこの時間に勉強しなさいってなっちゃうんだけれども
まあ、あの子どもが作れるっていうことはとても大事じゃないかなと思います。ただそれは家庭の状況にもよると思いますので、どうしても今私が話しているってことはところはやっぱ家庭が安定しているっていう前提で話をしてしまうので、なかなかそれが難しいご家族もあるっていうことは、まあ、やっぱりあの大きな目で考えておかなきゃいけないんじゃないかなと思います。ありがとうございます。その他の質問で、例えばトップダウンとボトムアップの話について結構な質問が来ているんですけども、加藤先生は先ほど子どもたちの意見で学び場をどうやって、作っていくか、子どもたちにどうやって主体的に参加してもらうかといったようなお話が最後にありましたが、愛子さんの遊び場の方でも子どもたち主体で作っていくというような取り組みはあるのでしょうか。それはですね、いろんなところでそういう取り組みも、まあ、あります。ただ公園って大体作ったりするときにですね、町内に説明をしたり、意見を集めるような、まあ、手間をかける場合はワークショップとかを開いて意見を聴取して設計案を見てもらいながらやってもらう場合が多いんですけど、どうしてもやっぱり大人中心になってしまってですね、子どもから丁寧に意見を拾って、公園を作ったり遊び場作りをするっていうのはいくつかの例では取り組まれてますけど、それがきちんとですね、計画のプロセス上位置づけられてて絶対やらなきゃいけないものになってるっていうことはないので、私もその今回のこと、それから今日のお話も伺っててもですね、やっぱりそういうことは必要だなっていうのはすごく強く思いましたね、はい、子どもの参加というので作っていく。でもコメントにもあるようにやっぱり今の今回のような時点ではトップダウンもある程度は必要なんじゃないか、うん、といったようなコメントもあるんですけども、そうですね、うん、あと公園って我々が思ってる以上に子どもの方がよく知ってるので、どこが空いてるとか、うん、どこには人が多く集まるとか、子どもって大体普段だったらこういう状況じゃなければ友達がいっぱい集まる公園に行くんですよ。だから友達がいっぱい集まる公園は余計まあ密になっちゃうんですけど、でも逆に空いてる公園も子どもたちよく知ってるので、あそこあんまり人が行かないとか、あそこには面白い遊具あるとか、実はあそこで虫が取れるとか、そういう話は子どもに聞くのが実は一番だって普段から思ってます。うん、子どもから聞いて大人も視点を広げることが大事なんじゃないかということですね。親が子に過干渉になっちゃいしがちですよねという、まあ、ちょっと悩ましいようなコメントも来てるんですけども、子どもは基本的に、まあ、子どもにもよると思うんですけども、そういうふうにある程度の枠を作ってあげて自由にさせてあげるという方が良いんでしょうか。それはまあその子どもによると思うんですけど、うん、私やっぱ今回大事なのは子どもの意見を取り出すだけではなくて、その意見をまたもう子どもの中にもう一度返すってことが大事だと思っていて、で今やっぱ多様性の教育とか現場ではやってると思うんですけど、そのすごくいい教材になるんじゃないかと思って、同じことを経験してもこんなにも違う捉え方をしている子たちがいて、でそういう子たちが一緒に暮らしている教室ってことを今一度考えてみる。でそれを例えば楽しくするためにはとか、あるいは不安を減らすためには一体何ができるかっていうのをそれぞれの立場から考えていくってことが、子どもにとってのコロナから学べるようなことの一つじゃないかなと思うので、やっぱし、単純に子どもの意見を取るだけじゃなくて、それをどうシェアしていくか、子どもたちの中にっていうのがとても大事なんじゃないかなと思っています。先ほども質問であったメディアだとやっぱ偏った意見が少し出てしまいがちなんだけど、今回のような加藤さんや愛子さんのような話を聞けるというのがとても嬉しいですというようなコメントがあったんですけども、先ほどの加藤さんの子どもたちにどうシェアしていくかといった話もありますけども、研究者としてそういうふうにどうやってアプローチしていこうかなといったのは今回の件で考えさせられたようなところはあるんでしょうか。私ですか。むしろ私は普段から、私たちが取らせてもらったデータを子どもたちにきちんと返すってことを結構重視してる、してここ数年研究家、今まで研究というのは対象者に影響を与えないっていうのをなんか前提にやってきたんですけど、むしろ、そのデータを子どもたち自身がどう分析するかってことで、分析できる年齢にも入っていると思うので、思考が発達してるっていう意味では、なのでそれを次の世代の人たちがどう考えるか、でそれの考えたことに対して僕らがまたどう考えるかみたいな感じで、新しいこうコミュニケーションのあり方じゃないんですけれども、子ども自身に考えてもらうってことが大事じゃないかなって思ってます。はい、残り時間わずかとなってきたんですけども、ちょっと私からですね、先生お二人にお伺いしたいことがありまして、今回熊本の方のやっぱり今でも雨でものすごく大変なことになってるんですけども、新型コロナに限らず休校ですとか、あと遊び場の問題っていうのは多く出てくるかと思うんですね。例えば被災した時に公園の役割などは非常に大きなものになってくると思うんですけども、そういったもうちょっと大きい視点で考えると公園の存在というのはどういうふうに見えてくるんでしょうか。愛子さん、
ですね、質問の中でも実は公園の必要な面積ってどういうふうに計算されてるんですかみたいな質問をいただいてたんですけど、実際には住宅地内の公園っていうのはその国の基準では、1人当たり10平米ぐらいの面積が必要だっていうの目標があったりですね、それは整備する側の目標として抱えてたり持ってたりするわけですが、地域によってかなり格差もある中で、公園ってただ最近ですね、どっちかっていうとインフラの中ではそんなに要は不要不急なものじゃないだろうみたいな見られ方をしてですね、だいぶその管理費とか建設のための予算もちょっとずつ減らされてきている状況に、この特に少子高齢化になってきて子どもの数は減っていくんだから公園そんなにいらないでしょうみたいな実は風潮が実は最近あるんですよ。子どもを増やそうとしているのに、ええ、それで少子高齢化のためには逆に公園も必要だし、あとこういう時が起きた時に改めて大人同士もやっぱり距離を取って散歩をするジョギングするってなると、もっと緑のある場所とか公園が必要なはずなのにっていうことがこれを機会に再認識されるようにもある一方でなりつつあるとは思うんですけど、そうやって考えてもやっぱりまだまだ数は足りないっていう部分もあって、そこはちょっと今回のことで再認識して、実はもっと必要なんだっていう、要は存在意義ですねがこの時に初めて発揮される、常にいつも利用されてるだけで価値を発揮してるわけではなくて、普段は何でもなくいいけど、災害が起きた時とかこういうことが起きた時とかに実は威力を発揮する一つのインフラとして都市の中とかにきちんとやっぱり整備をしとかなきゃいけないスペースなんだと、そういう認識をしています。愛子さんの今のお話でやっぱりそもそもがどういった存在であってほしいのかというのを僕たちの中でもうちょっと考えたらもっといい社会になるんじゃないかなというふうに私は感じました。加藤さん、今回のような例えば災害の時の休校ですとかコロナとかとは違うようなストレスの変化が起こる可能性はあるかと思うんですけども、私たちは次こういった休校が起こった時にどういったような態度で臨んだらより良い、より良い、まあ、あまり良くはない、良いと言ったらいけないと思うんですけども、もっといいような対策というのが取れるんでしょうか。やっぱり繰り返しになっちゃうんですけど、シェアをすることがとても大事だと思っていて、思春期というのは物事を深く考えられるので、先ほども言った通りこう悩むことに悩むっていう感じ でこれ永遠に続いちゃうわけ、悩んでる自分に悩んでる自分に悩んでるみたいな感じで、これいわゆるうつのネガティブハンスって言われる、この思考をどうやって切るかっていうのがうつのから抜け出すための重要なんですけど、要するにうつに慣れちゃうような思考パターンでもある、でも逆に言うと物事を深く考えられる力でもあるとは思うんですけど、でその時に結構、最近の教育の中ではなんかこう自分の内面を深く考えようみたいな感じの、指導があったりするんだけど、こういう時はそれよりも他の友達はどう考えているんだろうかとか、あるいはどういう子たちが周りにいるんだろうとか、他の大人はどう考えているんだろうかみたいな感じで、逆に外側にきちんと視点を向けることで、で再度自分、あ、恐れているのは自分だけじゃなかったんだとか、あ、楽観視しているのがなんか悪いことに思ってたけれども、まあ、そういうふうに思っている友達も結構いるんだなと、でその中でどうやってバランスを取ろうかなっていうことを初めてみんなでこう議論していくみたいな、なんか外側に視点を向けていくってことがとても大事じゃないかななんていうふうに思ってます。はい、ありがとうございます。それでは皆様、もう時間がですね残り3分少々となってしまいました。本日ですね YouTube ライブでたくさんのコメントをいただきましたおかげで、この質疑応答の時間先生からいろいろな話を聞くことができました。ありがとうございます。本日ですね先生方からいろいろなキーワードを頂戴したかと思います。意見のシェアが大切なのではないかですとか、そもそも公園遊び場の、立ち位置というのを常に考えていかなくてはいけないのではないだろうか、これを機にもっと新しいものより良いものを作っていかなくてはいけないのではないだろうかといったようなことを私深く感じました。それでは最後に愛子さんと加藤さんから一言ずつお願いいたします。まず愛子さんお願いいたします。加藤先生のお話にあった結果をシェアするっていうところ、それで、まあ、小学生とか、幼児とかも私の調査の対象は含まれてますので、どういう形でその結果をシェアしていくかはなかなか考えなきゃいけないところではありますけど、まあ、そこに非常に参考になるヒントを今回いただいたので、私の方もやっぱりこうやってせっかくいただいた意見を使ってどういう講演をこれから作っていこうかっていう提言をしたりですね、それとお子さんたちにこの結果も見てもらってちょっと考えてもらえるような機会も作っていかなきゃなっていうふうに思いました。ありがとうございました。はい、
なんか自分と似たような研究をされている方が学内にいらっしゃるということはまず一つ心強いなと思いました。なのでコロナに関しては、まあ、いろんな調査 の研究の仕方があると思いますけれども、まあ、こういう、立場の研究あるいは講演というアプローチ遊びというアプローチもあるんだなということを改めて気づいたのがありがたいなと思います。それともう一つはやっぱ答えがない問題であると思うんです。そういう意味では子どもも答えを持ってませんし大人も答えを持ってないのでそういう意味ではイーブンな関係といえばイーブンな関係だと思いますしまた今後もこういうウイルスの問題って出てくると思いますからしっかりと、まあ、ある年齢より高い子どもたちには一緒に考えてもらうっていうような、 なんか社会づくりというか目標みたいなものを持ってもいいんじゃないかななんていうふうに思いました。はい、愛子さん加藤さんありがとうございました。加藤さんの最後に言っていた答えのないというのが非常に私の中で心に響きましてやっぱり今回の問いもそうなんですけども私たちが子どもたちと一緒にどういった世界をこれから作っていこうかなということに対して今回のサイエンスカフェが皆様の中で何か一つでも新しい発見が生まれていたら私企画者として非常に本望でございます。それではこちらで今回のサイエンスカフェを終わりにしたいと思います。終わりの前にですねコーステップ側から2点ほどお知らせがございます。まず1点目なんですけども皆様、こちらイベント参加後なんですけどもアンケートにお答えいただければと思います。アンケートは YouTube のリンクや特設ページに、リンクが貼ってありますのでそちらよりお願いいたします。また2点目ですが次のサイエンスカフェですが8月23日に函館よりお届けいたします。北海道大学水産学部の先生が海の目に見えない小さい物質がどうやって動き回っているのか海や大気を巡り巡っているのかといったようなお話を高校生を主に対象に行っていただきます。どなたでもご参加可能なのでぜひご参加ください。そちらの情報は次の画面で詳細を映します。はい、それでは本日のサイエンスカフェは以上となります。皆様ご参加ありがとうございました。